彼のこと随分とお気に入りだったんだな。脳神経検査やらない？ヒューヒョイ吸って吐いて。これはもう一回かしら。色が分かればいいよね。ここに呪いを込めるのよ。コーヒー入れてこようか。お腹も空いたでしょ。珍しく感情的だな。彼のこと随分とお気に入りだったんだな。あまり一時をいじめるな。私たちと上の間で苦労してるんだ。で、これが、スクナの器か。好きにばらしていいよね。役立てるよ。ちょっと君たち、もう始めるけど。ちょっと残念。お帰り。状況を説明するわね。今あなた、すっぽんぽんなの。これ着てくれる？すぐ上に報告しなくてもいいよね。来た。せっかくなんだし、私と一緒に脳神経検査やらない？そんなに時間かからない。ヒューってやってヒョイだよ。ヒューヒョイ。わかんない。お名前は？生年月日は？うん。血液型は？はい。よし。じゃあ先に血圧測ろうか。腕出してくれる？ここに入れるわね。動かないでね。はい。ではね。うん。血圧は異常なし。ではね、呼吸の音を聞かせてくれるかな。
をめくってくれる？たいかもしれないけど、いい？じゃあ出るまね。はい、吸って吐いて、吸って吐いて、いいわ。じゃあ次は後ろを向いてもらって、背中から呼吸音を聞かせてくれる？グッド。OK。じゃあ行くわね。ちょっと冷たくなるわよ。はい。はい。吸って。吐いて。いいわ。服整えていいわよ。うん。特に異常はなかったわね。記録するわ。はい。それでは細胞を取りたいんだけど、あなた今顔のここね、こういうところ、こういうところに傷があるの。そこの細胞を取らせてくれるかな。綿棒でちょっとこう触れてもらってもいい？目を閉じて、こっちがいい。消毒するわね。目を閉じて。次は嗅覚神経を始めます。あなたの鼻の前にいろんな香りのするものをかざすので、
一体それが何の香りなのかを当てるゲームみたいなもの。目をつぶってもらって香りを当ててほしいの。でもし分からなかった場合はゆっくり考えていいわ。本当に分からなかったら分からないって答えてね。 OK、 じゃあ始めます。目を閉じて、これは何の香りかな。香ばしい香りのような、そうね、これは、よくわかったわね。これはコーヒー。コーヒー、正解。次行くわね。目を閉じて、はい、これは何の香りかな。癖のあるような香り。そうね、ちょっと難しい。よくわかったわね。これはシナモン。次がラストです。あ、目を閉じて、はい、これは何の香りかな。でも美味しそうな香り。そうね、そう、よくわかったわね。これはカレーパウダー。お腹が鳴りそう。美味しそう。大丈夫ね。異常なし。はい、次に行きます。次は視力検査始めます。目の検査みたいなものね。今回はこれにする。ここにアルファベットがあります。私が鉛筆でこうやってかざすので、これは何って聞いたら、分かれば答えてほしい。分からなかったら分からないと答えてね。
始めます。これは正解。これは正解。次は少し色素薄めのアルファベットを出すわよ。ちょっと難しい。これ疲れてる時に見たら私わからないわ。あ、わかる範囲でいいわ。始めます。これは、M、正解。これは、そう。正解。見えてるわね。これは P。 正解。すごいわね。あと念のためひらがな読めるか試してみましょうか。これなーに？なんて書いてある？うん。傘。そう。これは？書き。そう。じゃあこれは？これは星。そう。じゃあこれは星。正解。じゃあこれなーに？リス。そう。正解。これは、あ、これは、正解。これは、正解。大丈夫ね。ちょっと待っててね。以上なし。
では次は目の下を少し触れさせてもらってもいいかな。消毒させてね。あ、痛かった今。あら声が。触っちゃった。ごめん。もう一回。ごめんなさい。この目の下を少しタッチさせてね。目閉じてもらってもいいわ。触るわね。はい。痛い？大丈夫？大丈夫。ここら辺もちょっと触るわね。痛い？大丈夫？異常なし。はい。では次は目で追いかけてほしい。うん。ゆっくりやるからついてきてね。始めます。ね、ちょっと待ってね。あとは思い出したわ。まずあなたの片目をこう閉じて、私がこうやって指が出てきた。くねくねっていうのが見えたら、はいって答えてほしい。なんか鳴ったわ。気にしないでいくわ。じゃあ隠すわね。始めます。はい。
もう片方の目もやるわよ。はい。早かった。Sorry。ちょっと難しかった。はい。では、これを変えればね、次は目の瞳孔の確認をさせてもらいたいのだけれど、一応見させてもらうのだけれど、なるべく私の鼻を見てほしいので、私がいろいろ覗くかもしれないけれど、気にせずに鼻を見ていてほしいの。わかった？じゃあ始めるわね。もう一回いいかしら。ありがとう。特に異常は見られなかったわね。取りたかったんだけど、いいわ。はい。おいしい？うん。これ何の味？甘酸っぱい。うん。そう、レモンの味。よくわかったわね。じゃあ次はこれ、ピンク。はい。これは何の味？素晴らしい。これはイチゴ。イチゴ。じゃあラスト。はい、白ね。
これは何の味？甘酸っぱいね、これも。青春の味？青春の味。そうね。カルピス。そう、よくわかったわね。では、さっきこのライトでこうやってやってたんだけど、今度は私のこの指をまたこうやってくねらせるので、目で追いかけてきてほしいの。ごめんなさい、ちょっと寝不足で。じゃあ始めるわね。指をよく見ておく。大丈夫ね。OK。じゃあね、次は味覚の検査をするから、ちょっとさっきラムネを食べちゃったからお水飲もうか。はい、いい？飲んで。ブクブクブク。ごっくん。オッケー。お口の中さっぱりした。さっぱりしたね。では今度はこのいろんな味がする液体をあなたの口の中、つまり舌の上にこうやって落としていくから、液体を。で、口の中に含ませて、これは何の味なのかを答えてほしいの。簡単。一度は口にしたことのある味だと思うから、ゆっくり考えていいわ。じゃあ始めるわね。口開けてくれる？はい。レモン。そう、これもレモン。じゃあ次行くわね。はい、これは何の味？
甘いわね。そう、チョコレート。次がラストです。はい、口開けてね。はい、あー、これは何でしょうか。しょっぱいね。よく当てましたね。これは醤油。よくできました。お水飲む？大丈夫？うん、はい、では記録をしましょう。以上なし。次は色彩の検査をするわ。私最近ちょっと激務でね、うまく色が塗れなかったんだけど、色が分かればいいよね。ではね、こうやって、これは何色ですか？何色ですか？何色ですか？っていうのを質問するので答えてほしいの。じゃあ始めます。まず、これは何色？そう、これは紫。次は、これは何色？見えてるわね。じゃあ次は、パー。これは虫のおもちゃになります。また私が、これは何色？これは？とか、これは？とか質問するので答えてね。あ、ちょっと待って。失礼しました。では始めます。これは何色かな？そう、緑。わかるかな？これ。これ。これは何色かな？そう、これはちょっと難しいかな。私じゃわからないかもしれない。
これはそう、ピンク。よくわかったわね。月。コロコロ。ごめんなさい。そんなつもりはなかったわ。はい。この子は何色かな？そうね。オレンジ。正解。ラスト。これ。これ何色かな？そう、黄色。よくわかったわね。大丈夫ね。ちょっと試してやってみましょうか。目の動きをもうちょっと見させてもらってもいいかな。よし。この輪っかをこうやってやるから、あなたはここを見ていてほしいの。今私が動いてるここの穴ね、よく見ていて。始めます。こっちにする。眩しかった？大丈夫？うん、異常なしかな。よし、異常なし。はい。あ、そうね。では次は表情の検査をしようかな。私の真似っこをして。まばたき。パッ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 パチ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 。うん、よくできてる。次はウインクできる？ウインク。私ちょっと未だに不得意なの。みたいな。できる？ん？ん？上手。もう片方できる？私はできない。で
やろうとすることが大切よ。そう、そうそうそう。上手。すごいわね。私できないの。じゃあ次は、そうね。歯をすごく食いしばってほしいの。いい、いい、ギギギギギみたいな。ギギ。うん、うん、よくできてるわ。はい。次は、ここ。眉間にシワを寄せてほしいの。できる？ここに呪いを込めるのよ。みたいな。怖かった。ごめんなさい。ね、ここに。うん、上手。うん。よくできた。次は、ほっぺたを膨らましてほしいの。口をすぼめてほしい、うん、そう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 、うん、口を開けてもらってもいいかな。では眩しいかも。失礼します。うん、そうね、そう、ね、スクナの指何本飲んだんだ。一本、そっか、その影響かな。なんかちょっと口をすぼめるのが上手だったんだけど、なんか引っかかる感じする。うん、まああのあれはね、だよね。それはまた後で経過を見ましょうか。次は耳の検査ね。ではちょっとまたサイズを変えて耳の中を見させてもらってもいいかな。こっちから行くわね。すごい綺麗よ。こっちも綺麗ね。ねえ、耳垢一つもないんだけど。あなたの中にいるスクナの反転術式が効きすぎているのかしら。はあ、知ってる？反転術式っていうのは回復みたいな能力で、それを外部の人間に影響を与えることができるのは私と乙骨くんしかいないんだけど、でもまあちょっとこれは後で調べましょうか。ちょっとね、徹夜明けだから
今考えてもしょうがないわね。ちょっとこれを、これ何？これ何なんだろう。教えてほしい。これを耳にちょっと当てるわね。聞こえる？クポクポクポみたいな。うん。あ、聞こえる。悪くない音よね。こっちちょっとやるわね。聞こえる。細かいブラシを当ててる。うん、いい感じね。聞こえてるんならいいわ。聞こえてるのね。ではちょっと耳を拭いておきましょうか。この途中はまた後でやりましょうか。ここまでよく頑張ったわね。ご褒美。目のマッサージしてあげるね。目を閉じて。お疲れ様でした。よく頑張ったわね。また続きは後日やろうね。コーヒー入れてこようか。お腹も空いたでしょ。何食べたい？用意してきてあげるわ。じゃあ待っててね。じゃあね。